ミカは、まだシャニーより製造される、フランスの対空ミサイル。ミカの名称は、ミサイル D、インターセプション、デコンバット ED、オッタ・ディフォンスの頭文字を取って、作成されているアクロニムである。シュペル530の後継空対空ミサイルミカ、EM と、マジックの後継空対空ミサイルミカ IR に加え、VLS 発射型とした、VL ミカ及び、 VL ミカネーバルが存在する。EM はエレクトロマグネティックスに、RF はラジオフリークエンシーにそれぞれ由来し、アクティブレーダーホーミング式を指す。IR はイマゲリエ,エンフロルージアに由来し、赤外線画像ホーミング式を指す。両者の際はシーカー部分のみであり、シーカーの交換により互換性を有している。ーアンドフォーゲット機能を有し、 発射後の目標選定及び母機とのリンクによる中間指令誘導が可能であるほか、ミサイル自体が目標を決定することも可能となっている。また、IR 型のシーカーは赤外線捜索追尾システムのように使用することもできる。共通の弾体を使うことで整備性が高められており、アメリカ製の AIM-120 アンロムに比較すると小型なため、 搭載位置を選ばない点が有利である。ただし、格闘専用ミサイルとしては大型なため機動性が悪く、中距離ミサイルとしては、推進燃料が足りず射程が短くなってしまうことは避けられなかった。1980年代半ばより開発が開始され、1997年から引き渡し開始。フランスより先に台湾がミラージュ2000の後の装備として、 受領を開始し、フランス空軍が採用したのは1999年のことであった。ラファール及びミラージュ2000から後の主要空対空ミサイルとなっている。2018年7月には既存のミカの後継としてミカ NG の開発が発表されている。配備は2026年から2031年の間に行われる計画で、同じく電波と、 赤外線ホーミングの両方が開発される予定。具体的な内容としては、赤外線シーカーは、より高い感度を提供する、マトリックスセンサ電波シーカーには、ASA を使用、電子部品の減少により大量の推進材を、積載することを可能にし、それによって、ミサイルの射程を拡大する。また新しいダブルパルスロケットモーターを採用して、 飛行集団近くのミサイルにエネルギーを与えることで操作性や遠距離での目標を迎撃する能力を向上させる。内部センサーの追加でその寿命を通して武器の状態を監視することが可能になりメンテナンス要件と所有コストの大幅な削減が可能となる見込み。VL ミカ及び VL ミカネーバルはまだ社の規格によるミカを転用した。 垂直発射型対空ミサイルである。3万フィートまで到達可能であるが、射程は 12km と短い。地対空型の VL ミカは4発のミサイルを収納したランチャーによって運用され、6秒間隔で発射可能である。ありがとうございます。